皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回の奈緒チャンネルはですね、とんかつまい泉青山本店さんにやってまいりました。とっても大きな建物でして、あのカウンター席とかテーブル席、和室とかたくさんあるんですけど、こちらの個室に今日はお邪魔しています。いやー、まい泉さんは私いつも新幹線に乗ってあのカツサンドをいただいたりとか、あと舞台とかドラマの撮影現場で差し入れでミニメンチカツバーガーとかね、ああいうものでいただく機会が多かったんですけど、ようやくこうして初めてレストランにお邪魔できて、ちょっと楽しみです。今日はですね、メニュー表こちらにあるんですけど、甘い誘惑豚しゃぶコースというコースをいただきたいと思います。いやー、ちょっとお腹空かせてきたので楽しみです。はい、こちらがロースカツサンドでございます。はい、こちら青山本店でしか召し上がれないので、はい、熱々のうちによろしくお願いします。わー、ありがとうございます。あの本来のこのコースには含まれてはいないんですね、はい、こちらそうですですね、はい、ありがとうございます。今回ですね、ありがとうございます。揚げたてロースカツサンド、はい、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。じゃあ早速、揚げたてですよ。お箸でいいんですね。あー、美味しそう。いただきます。すごい見られてあ、いい香り、すごいいい香りする。いただきます。うん、うん、サクサクする。新幹線で食べるのとはまたこう違って、あったかい感じ。そうです、美味しい。これは持って帰りたくなりますね失礼します。はい、こちら豚しゃぶコースの前菜でございます。はい、わー、美味しそう。こちらの手前から合鴨のロース煮で、こちらトマトソースがかかっております。よくあるのでぜひお楽しみください。はい、トマトソース。こちらがタコの柔らか煮でございます。はい、すごい柔らかい。すぐ口の中で溶けちゃう。はい、こちらがハモの南蛮漬けでございます。あ、美味しそう。はい、ありがとうございます。いただきます。トマトソースなの。うん、あ、冷たくて、うん、夏にぴったりですね。そうです、夏をイメージしてトマトのソース、うん、トマトのソース、夏のメニューなんですね。そうです、ね。春夏秋冬でメニューも変わりますので、ね。はい。美味しい。タコも柔らかそう。いただきます。うん、本当だ。すごい柔らかいです。ありがとうございます。うん。久しぶりだな。なかなか外食できてなかったので。あ、そうです。嬉しいです。いただきます。うん。うん。うん。いい。あ、柔らかい、これも。かも。これはお酒が進みそうです。お酒飲みたいけど、今日は我慢します。美味しい。違うな。うわー、お寿司。うわー、美味しそう。左からマグロ、はい、こちらがタイになります。はい、マグロとタイ、はい、いただきます。マグロから、うん、重い一口ではいけない感じ一口でいきましょう。いただきます。うん、寿司職人の方がいるので、もちろん美味しいです。お寿司の職人さんがちゃんと握ってくださってたんですね。そう、本店ですか。味わいそうです、青山に。他にも蕎麦職人の方、和食の職人の方もいるので、うん、和食の方にも力入れて。そうなんですか。はい、うわー、その道のプロの方がもう数々いらっしゃるということです。それが本店だけなので、うん、
たくなる。あの先ほどの入り口の方のカウンター席とかっていうのは、お一人様でもいらっしゃる方が多いんですか？そうですね、昼は、やっぱりサラリーマンの方とかが非常に多くて、はい、夜は、そうですね、夜はあのご夫婦とかでいらっしゃる方が2名、まあ、もちろんお一人様もいいんですけれども、やっぱりゆったりとした空間で、お食事していただきたいので、あの空間も素敵ですね。大変外国の方にも人気で、やっぱり上げてるところが見えるっていう。あ、そっか、目の前で。そうです。ああ、見られますね、あそこだったら。やっぱりお客様の楽しみを増幅させますというか。本当だ。大変人気で、たまに3名様、4名様の方もカウンターがいいっておっしゃるぐらい人気でした。うわー、もう次はカウンターも試したいです、はい、ぜひ。失礼いたします。はい、マイセルの建物ですね。一口、左が一口カツで、はい、右がポテトコロッケ。ポテトコロッケ、はい、ありがとうございます。本当はあのエビのコロッケなんですよね、本来のメニューでは、はいはい、で私はあのアレルギーなので変えていただきました。こういう風に変えてくださいって方もいらっしゃるんですよね、お客様。もちろんです。はい、そういった場合はあの、はい、お客様にあの提供してますので、はい、ありがとうございます。ちょっと我慢できなくてオールフリーをはい、気分だけでもね、酒いただきたいと思います。あ、もう十分です。はい、ありがとうございます。こちらってあのタレはお好みなんでしょうか？お好みで、こちらが甘口ソース、うん、こちらが数種類の果物と野菜が入った甘みのあるソースです、ね、よくトンカツ頼むので甘口がウスターソースですね。こちらキャベツと思います。マイセンオリジナルソルトです。気になってた。こちらが、はい、ご飯にもキャベツにももちろんとんかつにも合うので、へぇ、はい、スパイスソルト。そうですね、ちょっと最初はじゃあ食べていただいてもいいですか、甘口の。これ後でちょっと、はい、試してみたいですね。そうです。これがもうやっぱり美味しいな。ちょっとじゃあ最後の一口をこのスパイスソルトちょっとかけてみます。はい、結構スパイスシーですか？そうですね。じゃあちょっと選んで。はい、ニンニクの香りがする、うん、じゃあいただこう。いただきます。ニンニクの風味が後からふわってきます。うん、合う。あ、どっちも選べない。どっちも好きです。これもこれですごく合います。いっぱい考えられてる、すごいな。美味しい。はい、お願いします。はい、お願いします。大きいですね。そうです、うん、味が染みつくする。あ、そうなんですか。そうです。形もこのままあめでく方が大変味が染みやすくなって。これはごめん、ごめんだ、ごめんでだし。そうです、はい、お願いします。うん、絶対美味しい。もう見てるだけで美味しい。ロメインレタスをしゃぶしゃぶでいただくの初めてだった。こちらも味が染みて大変。へー、レタスはね、しゃぶしゃぶ、レタしゃぶとか
食べたことありますか、ね、人に撮ってもらうなんて何年ぶりなのっていうのが全部やってもらっちゃったんだけどありがとうございます。じゃあもういきなりメインいっちゃう、肩ロースいっちゃうか、ロースいっちゃおう。うわー、絶対美味しいやつだ。いただきます。うん、やわらか、うわーやわらか、おいしい、プリップリ、うんうん、コリコリしておいしい、うん、あ、やわらか、噛めば噛むほど甘いんですけど。そうですね、甘みがある。甘いんですね、はい、こんなに甘いんだ豚って、うん、それはこれはもう一気にいただけるな。え、2個もいいんですか、はい、ありがとうございます。うわ、うん、絶対熱いな、絶対熱いと思って、うわ、なにこれ、うん、うわ、なにこれ、うん、うわ、ジューシーですね、うわ、めちゃめちゃ美味しい。はぁ、幸せです、美味しい。これ、なんでも合う気がするんで、ちょっと試してみますね、はい、美味しいからな、溶けちゃいますね。どうなるんだろう。あ、合う。本当ですか。うん、合う合う、ニンニクのこの風味が。え、これやる人あまりないですか。いや、新しい手紙が。参考にさせてすいません、逆転のことありがとうございます。せっかく薬味とか用意していただいてるのに、もう美味しい、これ何もかけたくなっちゃう、ごめんなさい。これ私好きです。入るかな。もう十分お腹パンパンなんだけど、満たされたけど、いやでもこの香りで美味しそう。されます、失礼します、お願いします。うわ、絶対美味しいわこれ。うん、とろとろ卵、うん、いただきます。はい、しげ、おいしいですよ。出てる、ふわふわのこの卵が合いますね。そうですね、そこにこう野菜の出汁が出て、あの、もっと最初に召し上がっていただいた時よりも倍美味しくなる、うん、そうですね、はい、深みがね、いや、すごい、すごくこれを楽しみにされる方がいるっていうの分かります。ありがとうございます。うどんでも合いますね、はい、うどんも絶対合うな。ちょっと次回は飲めるときに行きたいと思います。今回、今日は運転なんでね。ありがとうございます。はぁ、ゆっくりこれいただいて、最後じゃあデザートで終わりということですね。そうです。はい。ありがとうございます。はい、いただきます。はい。レモンのシャーベット。あー、ありがとうございます。はい、レモン、嬉しい。レモンのシャーベットいただきます。酸っぱ、酸っぱ、美味しい。ちょっとさっぱりとした、そうですね、はぁ、あ、はぁ、あ、締まります。いや、
素晴らしいしゃぶしゃぶコース、甘い誘惑深しゃぶコースでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらが、通常4000円の深しゃぶコースになっていて、飲み放題が1500円です。はい、では、今回はとんかつまいせん青山店さんにお邪魔しました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。またお邪魔したいと思います。またお邪魔します。はい、ありがとうございます。そしてこちら私帰りに買って帰りたいと思います。はい、まいせんさん、皆さんよかったらね、青山店さんぜひいらしてみてください。この動画いいと思ったらグッドボタンを押してください。そしてなおチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。シャーベットにも。シャーベットにも。シャーベットにかけるとちょっと違います。あ、もうやってみる？ちょっとやってみようか。そうですね。やってみますね。思いついちゃったんですね。ちょっとこれは挑戦です。ちょっとね、本当のこと言いますから。お政治とかで美味しいって絶対言うわけじゃなくて、本当のこと言います。これがね、別に勧められたわけじゃない。いただきます。あー、合わないかな。合わないな。このままでいただきましょう。はい。ね。すいません。いえいえ、余計なことでした。うん。はい。うん。ごちそうさまでした。